天下分け目の関ヶ原の戦い。諸侯は東軍西軍に分かれ戦った。稲姫の嫁ぎ先真田家も夫信行は東軍に、舅正行と義弟雪村は西軍に分かれた。夫は関ヶ原の戦いに出征中、孫の顔が見たいと正行が稲姫の沼田城を訪れる。正行は表裏卑怯と言われた謀略の師、これは城を奪う策、そう判断した稲姫は夫の留守を守るべく弓を取った。夫の留守中に無体な真似を、稲が成敗いたします。外伝沼田城防衛戦、太平の世この弓で。に分かれたからには城に入れるわけには参りません。さすがは読み物腕が自分に出ないか。あれめといえど容赦しません。第一陣かかれ、押して参る。敵が地球救援でがいます。やっ
尋常に勝負。攻撃は最大の防御。敵本陣を落としましょう。敵を休ませるな。我らも攻めるぞ。雪村が敵を引きつけている間に我らは沼田城へ入る。しまった、地下が狙われている。この城はすでに我らの城。犯す者には我が槍で応える。雪村、助けに来た。家康との決戦、お前が必要だ。兵は神速をたっ飛ぶってね。この援軍、敵味方問わず脅威でしょう。まさか三成がここまで。いよいよ負けられない。三成とも片付けない。忍びの報告では西軍は挙兵したばかり。それがここまで密かに兵を進めていたなんて。全てはわしの策よ。上杉攻めにある家康は三成殿の刀身を知らぬ。その背後をつけば天下は我らの手に入るわい。我らの挙兵、真田に知らせるべきか迷ったが、雪村を信じてよかった。正幸殿の希望、神の命、この戦に勝てば家康の破滅は疑いない。貴様が俺に勝てるようには見えんな。この城はどうあっても渡せません。欲しいのは城ではない、雪村の力が必要なのだ。私の弓からは逃げられませんよ。敵ながら良いものの不要、わしは良い嫁を持ったわい。
りをいじめるものではないわ。勝ったなどにわかに信じられんな。何のこれしき。まさに天の助け。いざ尋常に勝負。何とぞ援軍を。悪くなさそうだ。かかってこい。キツネ
なぜここに。うちの殿はああ見えて熱い人だ。出直すとするか。さすがは本田忠勝殿の娘といったところですが、今真田信行が集まってこっちの城守ってみせます。一生、稲が討ち取りました。
敵に背を向けるなど本意ではないが。父上、夫の城を返していただきます。できた嫁をもらおうか。信行は幸せ者よ。刹那の勝機もこの弓で射抜いてみせます。